初めて12の PK を遊ぶアキミロです。はい、続き遊んでいきます。前回はもう創造軍の河北一帯は取っちゃいました。もうあとは洛陽、長安、城陽、漢中の4都市のみですね。ただ孫権との同盟がもう次のターンで切れちゃうので、ちょっと孫権にも対抗準備始めていきます。怖いのはこの勝敗133万3000ですね。まあ、一応同盟切れた瞬間蔡宗にはねもう攻めちゃおうかなと思って若干武将は移動しておりますが、どうなんだろうな、いけるのかな。まあ楽よは楽よでね、ちょっともう攻めちゃいます。前回ねこの円を落とす時に援軍来たからそんなに兵残ってないんですよね。秘策に関してはちょっと孫権の方に取っておこうと思います。では早速趙雲たちで巨匠から洛陽に攻めます。これで曹操軍残り3都市になる予定です。自動編成、投石、まあいい感じかな。ここはいや兵糧がちょっと少ないか、援軍の持てる兵がだいぶ少なくなっちゃうから1万ずつにしようかな。これで豪雨超支流垣徳とご覧あれ。はい、洛陽の戦い、曹操2部隊だけですね。主軍援軍は4部隊、こっちの援軍も4部隊あるんで兵数も部隊数もこっちが上です。おっと、敵は門の上で待機してますね。こっちには投石が、あれあったはずだけど、ショカッちゃんが、味方部隊が陣を制圧しました。はい、いたショカッちゃん、てかまあみんなだな、もうみんな門に攻撃と見せかけて弓部隊だけは城壁の上の部隊を狙ってくれ。ちょっと待った、こっちもか、いけー。これは多分孤狼感ですよね、楽陽に攻めようとしてるから。よし、弓が一応当たってる当たってる。まあ門さえ突破できれば大丈夫でしょう。はい、あっという間に終わり。我にあり、援軍続け。おわっと、曹操も出てきたか。結構やばいかも、曹操が来ると。もうみんな頑張れ、八陣の方発動。うへー、しかし曹操はかわすんだよな、これ。こっちも黙ったら大打撃打ちたいんだけどな。みんな頑張れ、粘るんだ。圧倒的にこっちの方が減りが早い。やべえな、敵強え。しかし深く、うえ、まずいまずい、マジでちょっと一回下がるか、これ。了解、落ちてきてくれるんじゃないかな、敵が。もう孤狼感突き破ったし。おお、ついてこーい。あれ、一人下がれてない。了解した、再び突っ込みました。大打撃を食らえ。そして気になってやる、八陣の方もそろそろ使えないか。超運短期掛けか。あ、違う、諸葛亮やられちゃってる。全軍かしこまりました。じゃあ短期掛けだ、くらえ。いやーにしても強えな、そうそう、こんなに削れねえか。諸葛亮もここまでは来れた、八陣の方、うかつな敵ですね、うかつな敵ですね。大打撃使えねえか、長方も撤退。まずいな、相手の陣から矢が飛んできてるのが相当痛いんですよね、こっちは。曹操は下がってってるぞ。なんだかんだ言ってもこっちが押してるのでは。ギブの子、これがまた厄介だな。かしこまりました。い
なあ、この砦をぶっ壊せー。ちくしょう、ちょっと倒せそうなやつからかしこまりました。狙ってくれー。まず部隊数を減らす。おー、かしこまりました。こっちだー。ズン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 、なんか兵器の音なのかな、ズン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 言ってるのは。すごい超一人で突っ込んでく。あかんあかん。馬食だ。かしこまりました。馬食を狙ってくれ。おー、八人の方と思ったけど、もう周りに敵がいねえ。総将だ、総将狙え。いけー。いやー、諸葛亮はちょっとかしこまりました。奥だ、奥に行って八人の方。うかつな敵ですね。うかつな敵ですね。くらえ、押し切れ押し切れ。ここは馬食、よし倒した。そして総将の部隊も倒した。いかに曹操が強いと言っても勝てる、生きるぞ。かしこまりました。ちょっと諸葛亮は曹操、各州も曹操、承知した。狙ってくれ。撃て撃てー。よーし、とりあえず陣を取った。かしこまりました。次次、これもう突破できるか怪しいな。もう投石ないからな。かしこまりました。いや大丈夫そうですね。門の減り全然早い。総兵の破壊力がアップしてるからかな。ふう、ちょっと一時どうなるかと思ったけど大丈夫ですね。勝てる勝てる。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。こっちが暴力弱化なら、こっちは八人の方じゃ。うかつな敵ですね。うかつな敵め。はい、陣軍撤退。かしこまりました。そして本陣陥落です。やりました。楽を落としました。我らの勝利だ。我らの勝利だ。劉備張飛関羽いないけど、まあとどめの時にはね、こっちに持ってきたいな。趙軍が大先行。よし、これで守るべき都市はだいぶ絞られてきたな。劉備軍と孫権軍の同盟期間が終了しました。怖い。そして馬頭が長安攻めました。曹操軍耐えられるか。いきなり終わった。馬頭軍、何があった。一瞬で終わったぞ。本陣でも落とされたか。おお、そして孫権軍が攻めてきました。マジか、早えな。速攻来たな。相手の兵数はかなり上ですね。やべえな、こりゃ久々に本陣狙いで行くしかないかもしれません。覚悟を決めましょう。はい、本陣陥落しちゃいました。ダメだ、敵の勢いがすごすぎる。孫権軍が序断を制圧しました。何名か捕獲されちゃったんですよね。はい、ヒエンさん登用です。これは各種か、各種も登用です。お使いいたします。海越も登用です。これより仰ぎまする。で、馬食も登用です。力を尽くしましょう。さて、ここからが孫権軍との勝負ですね。だいぶ押されたからな、今。曹操軍に対して強い武将は一旦置いておこう。烏合の策をもうちょっと使っちゃいます。孫権軍68%、いけ。よし、決まった。これで孫権軍の統率は下がりますね。さらに僕ずっと忘れてたんですけど、12って検索があったんですよね。これ全然気づいてませんでした。これは無印の頃からあったんですけどね。これで期間延長とかね、あったんですよね。
北活動中、敵勢力において戦闘の後、将兵が数割逃亡します。いやー、期間を2ターン延長しましょう。孫権軍、この4ターンの間に都市を奪いに行きます。まず狙いは平原、そして蔡宗の2つですね。このジョナンは別途なんとかするしかねえ。では、劉備、ここにいる武将、もうカードとか張飛も連れてきたんで、行きます。兵力的には向こうの方が上ですね。そして優秀な武将も多いは多いです。烏合の策がどれぐらい有効となってくれるか、すべてそれにかかっている。任せときな。さあどうだ、正面から一回ぶつかってみましょう。うらえかんねー。なんか本陣狙ってきてねえかこれ。でもなんか関連とかあっけなく倒せた気がする。任せときな。郊外ももう終わりでしょ。ちょっと分けるか、カウだけ女性さんに行って他は本陣をやらせるな。おりゃー、敵部隊が本陣に迫っています。カンネイ、いやカンネイじゃない、カウ後ろから最新狙いに切り替え。やられたか。よし倒した倒した。任せときな。任せときな。待って、よし行くぞ。それぞれちょっと戦い方を変えないとまずい。後ろからぶっ潰してくれ。幽閉を使いたい。幽閉なんだ、かけやられたのか。俺は陛下の常よ。任せときな。張飛、かしこまりました。やべえな、ちょっと兵が足りない。よし行くぞ。交流が敵部隊が本陣に迫っています。ふー、ちょっと待って、追わなくていいから。かしこまった。後ろの部隊を倒してくれ。くばえ、後ろからつけ。頑張れ。一応いけそうっちゃいけそうな気がするな、こりゃ。よしよし、次次任せときな。頑張れ皆の衆、いけるぞ。浅見打ちだ。ここは引くぞ。上場も引いた。いけいけ、退却だ。よし、リクソンは逃がしたくねえな。任せときな。いけいけ、リクソンを捕まえろ。ウォリアー、どうだ、退却か。じゃあ大使寺だ。次任せときな。大使寺を捕まえろ、逃がすな。どうだ、クソ逃げられた。はい、関連捕まえました。オッケー、いいよいいよ。はい、城門も突破です。この戦をもらったな、いける。幽閉炸裂、邪魔だ。どけ、関連も処断しちゃおうかな。五の武将も弱体化させないと、元気いっぱいだからな、まだまだ。はい、本陣陥落。こっちもジョナン取られましたからね。この勝利はこれで一勝一敗です、孫権軍とは。はい、劉備軍が平原を制圧しました。北海まで取ればね、だいぶ後ろから攻めやすくなりますね。異民族か、襲撃ぜひしてほしい。やってください。お、孫権軍に囚われていたキーラ2名が解放されました。どうした孫権、怖くなったか我らが。飛燕東洋です。あれさっき飛燕だっけ、なんか似たような人仲間になったような気が。以後、よしなり。そして毛海さんも仲間入り。これよりお使いいたす。
名品発見。あ、長江来た。長江も褒美上げて一気に10戦上げちゃおう。送信も来た。中勤に励みますと。お、ソフィーも来た。よろしくお願いします。いいね、いいね。続けて、今攻めた劉備たち、右の北海に行っちゃいます。ここの増援、この7000しか来れないんで、まあ、約8000あったかな、今。ただ、兵糧がもうあんまりないんですよね、我が軍。援軍？ああ、一応上からも来れるんだ。じゃあ来てもらおうかな。やっぱ持てる兵がもう少ないですね。最大にしてもこれか。まあ、最大で行こう。いざ出陣戦。そして、関内だけは処断しちゃいます。あまりにも強すぎるんで、さようならです。取ったところぜ。殺したよ、ごめんよ、関内。本当は好きなんだけど、五軍の優秀な武将も削りたい。北海の戦い、敵部隊は戦とかなり数が少ないですね、主軍。援軍も2部隊のみです。これならいける。はい、敵部隊発見です。奥の孫子を狙うか、一応、関羽だけ一人右に行かせてます。陣は陣でいただく。うでうでーい。遠距離攻撃などさせるなー。そして引っ込んじゃったから、ターゲット変更。突っ込め突っ込め。捕まえるんだー。なんなら。よーし、元春かな、捕まえました。次次。ハウの方も。味方部隊が陣を制圧しました。制圧。相手は引きこもってるみたいですね。残りは全て私の読み通りです。おお、リクソンの家系です。どうや、熱い。しかもまたかよ、何回やってくるんだよ家系を。味方部隊が陣を制圧しました。逃がすな。次。はい、城門の方まで突っ込みました。また家系か。義勇兵いけ。攻撃力アップじゃ。弓で一応城門の上の敵にも攻撃はしていますけど、おお、もう相手下がってった。もう守りきれないと悟ったようですね。はい、オープン。もうあとは全軍突っ込め。任せときな。義勇兵だ。攻撃力アップ。援軍不変神速。かかれ。任せときな。かかれ。ちょっと待った。陸曹を狙え。陸曹をあわよくば捕まえたいけど、まあここで倒してもすぐ本陣戻っちゃうからな。捕まえることは難しいか。ぐるぐるぐる。おお、でも郊外がすごい距離減ってる。あー、退却しちゃったか。中隊、中隊も捕まえられたら捕まえたい。どうだこの距離。ドゥン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 。無理か。相手今更何自由の策。負傷兵がちょっと回復したか。あとは太子陣、その前に本陣陥落。やりました。皆のおかげだ。北海制圧。リュービルが北海を制圧しました。これでだいぶ守りやすい。北海で蓋を閉めれた感じなんでね。まあ問題は勝敗と序なんだな。お、誰だ。ここまでの電柱がなくなった。あー、放流もやばい。長江が脱走。馬順が仲間入りです。白雄氏も仲間入り。鳥類も仲間入り。音階も仲間入り。観光も仲間入り。そして鉄力津も仲間入り。あー、誰だ。宝龍がお亡くなりです。ごほごほ、大井さんもやばい。わー、これ小食だったかな。劉将との同盟が残りったんですね。尊敬に出て劉派が処断されました。擁立も処断されました。こっちが関連切ったからか。
やばい、激しくなってきたよ。しまったな、今捕虜返してもらおうと思って送ってたんですけど間に合わなかったです。じゃあせっかくだからなんか送っとく。締結ができるようにでも頑張る。捕虜元春と出地か。孫権史上91まで上がるの、一人返すだけで。じゃあ返してあげよう。これで捕虜孫権返して、どうだい、金すげえなー。こっちの出地も返して、出地と引き換えでもダメなの。いやー、ちょっと諦めます。高すぎる、いくらなんでも。この交渉必ずや優勝の方、ドメ延長12ヶ月、名品よりによって名品かい。あー、でも他のやつ何でもいいんだ。民間や建築術でいいや。戦闘にはあんま関係ないしね。オッケー。あとは米くれるのかな。兵糧15万要求しました。あー、ダメだった。お、各将が仲間入りです。これは嬉しい。抜擢武将の育成が終わりました。陽墳さん政治が84ですね。副兵持ってんじゃん。副兵にしよう。あんま使わない気がするけど。これよりお使いいたします。再走次狙おうかなと思ってたんですけど、劉備のところ7万まで溜まったんで、ちょっと下の下費狙ってみようと思います。援軍もろとも倒したいなーって気持ちです。正直いけるかどうか怪しいんですけど、不合の策がねこのターンまでなんで、なんとかこれだけやっちゃいたい。みんな踏ん張ってくれ。ちょっと予備兵もうちょっと最大ほぼ変わんねえ。これで行ってみましょうか。民の、いざ出陣戦。相手の正規兵は1万6000ちょっとですね。援軍の数が多い。なかなかの強さ。しかしまとまって戦えば勝てる。はい、左側の敵と接触でーす。まずは戦闘のやつから倒す。カウだけ相変わらず別ルート言ってたんですけど、戻します。頑張れ皆の者、踏ん張りどころだ。正規兵の数は大したことない。よし、次次任せときな。こいつこいつ、いけー。できれば捕まえてほしいんだけどな。捕まえらんねえか。もう置いてないな今。20から減ってなかった。おー、牛筋も倒せー。敵部隊に陣を奪われました。陣を奪われたってことは下から来てるな。ここでなんとか粘る。カウちょっとあっち行ってもらおう。今のうちに援軍1部隊だけど政府をぶっ倒したい。おっと、右から正規兵指で来てた。カウ前に出ろー。戦利口を使ってあげたいな。カウさすがに一人じゃきつい。しかも総兵が来やがった。総兵と相性が悪い。ちょっと劉備も右に行ってあげて。おー、張飛ももう行ってあげて。あとは残りでなんとかなるでしょう。やべえな、カウの減りがマジ半端なく早い。戦力を使いたくてもたまらねえし、ちょっと下がれないか。カウカウ、劉備三兄弟と合流するんだ。よーし、援軍部隊一部隊倒した。任せときな。よし、行くぞ。行け劉備たち。よし、行くぞ。こっちも一旦下げるか。いや、このまま陣を取りに行こう。カウン再出撃。ごめん、万人敵だ。いけー皆の者。ごめん、リュービーは何をやっとるんだ。混乱してたのか、リュービーは。賢
しこまった。激連撃、義兄弟の力見せてくれ。本陣からも一応矢が飛んでいる。相手軍の士官さえ倒してしまえば、あと正規軍の数は大したことない。はい、敵の援軍部隊囲みました。任せときな。出さねえぞ集隊と思ったら集隊を狙ってくれてない。対指示にしようじゃ。対指示は絶対逃がさねえぞ。一応いけそうです。もう孫権軍の兵、援軍部隊も含めてもう大した数はありません。よーし、首位だこれ。大指示じゃねえや。首位捕まえました。任せときな。はい、城門も突破しました。任せときな。幽兵も使って突っ込め。ハンはちょっと門突破できないかな。無駄だ。もはやその戦力何をしたところで話にならん。はい、我ら可否の城を陥落させました。勝利は皆のおかげだ。よしよし、孫権軍の背後もだいぶ取れてきてるぞ。お、長飛武力成長して115です。しかもだいぶ障害の兵減った。オッケーオッケー。そして王位もなくなった。さらに小職もなくなった。主治が脱走した。孫権が処断されました。孫権が孫権によって処断された。くえ。おお、巨長が仲間入りです。嬉しい。ウソンもか。芝生も来た。忠誠を誓います。ウゴの策もちょうど切れたんでね、ここは切りよくやめたいと思います。次回は、まあ、なんとかこのね、ジョナンにある13番かな、これを減らして劉備たちは左に送って曹操軍にまたね攻撃したいと思います。今回洛陽を取ってからずっと放置してたんですけど、まああんまり兵は増えてないみたいですね。うん、って感じにねやっていきます。いやー、今回ね頑張って曹操軍の洛陽、そして孫権軍の城も複数取れたんで、高評価ぜひよろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録されてない方は、次の動画を見逃さないようチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次で孫権軍兵減らしまくる。チャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。